今日のいちご見よう。いちご見よう。まあ、来週天皇杯あるんで。来週、はい、水曜日ですね。今シーズンは、まあ、水戸はトリプルでスイープしてやろうと思ってるんで。お今日はまず前哨戦ですね。ホームなんでしっかり盛り上げてね。よかったです。お願いします。お願いします。今日の意気込みをお願いします。はい、今日は北関東ダービー水戸戦ということでお店をお昼で閉めてやってきました。ちょっと怒られましたけど、ダービーにかける意気込みは誰にも負けません。勝ちまーす。ありがとうございます。あ、アディダスのカッパを着ているなりさん。あいにくの天気ですけど、あの向こうの監督は相当気合入ってるんで、こっちもその気合に負けないように、うちの監督ももっと頑張ってもらいたいです。はい、ありがとうございます。これ乗せらんないか。コスケさん、意気込みお願いします。今日はダービー水戸戦ということで、真面目なことを言うと頑張ってる選手たちを勝たせたいので頑張って応援します。はい、絶対勝ちます。ありがとうございます。どうもこんにちは。意気込みお願いします。今日の、今日の意気込みですか。はい、やるしかないです。勝ちましょう。はい、ありがとうございます。コールリーダー、今日ゆうしさん一言お願いします。今日も一日頑張ります。ありがとうございます。何食べましょうか。何食べるんですか。いや、なんかまぜそばってうるさい人がいる。僕ですね。ちょっと惹かれてますね、まぜそばに。じゃあまぜそば食べますか。ますか。美味しそうですね。どっちですか。ミナセと定食。僕ミナセ好き。だからミナセにしようかなって思ってます。同感です。はい、ミナセのまぜそばめちゃくちゃ美味しそうです。めっちゃ楽しみにしてました。はい、いただきます。いただきます。はい。カラオケとか。そこでじゃあなりちゃんは何を歌う？自分を通すしかない。今の JK です。言えかな。やらしい。ちょっと撮ってました。今の。今はダメだ。今のガチでダメです。夜の山にドライ。いや、それはダメだよ。夜とか自分の家とか入れなさい。全然遊びに行くんですか。俺今パッと浮かぶスタバぐらいしか思い込まない。1時間で終わっちゃう。スタバ行って買いたい。じゃあ、まあ、みんなどこ行く。今の子ファミレスでずっとはないじゃないですか。怖いって衝撃だ。なんだ、どこ行く。水族館。水族館。水族館。でも群馬って淡水魚の水族館。公園のあれですか。スネークセンター。スネークセンター。いいね。スネークセンター。昆虫の森。昆虫の森。自転車博物館。自転車博物館。リーダーパークまだフラワーパークとかにしてきます。あー、でもフラワーパークだ。あと世界の名犬牧場だ。今行きたい。行きたいよね。ちょっと散歩させられる。
まあでも確かに最終手段はイオンになっちゃいますよね。イオン。でも結構ちょこちょこ調べてる。どこなんですか？山の方。そう、赤城の方。なんか、ね。実はそれ山感ですか？それ山の。やっぱり。山感だからやっぱり。本当だ。33番え、僕今日はジャイアンツのファンだって言いました。だからお送りしまーす。だからお送りしてます。さっきしご飯屋さんやってた。はい、3個やってましたね。おお。じゃあ、すごい。
意気込みいいですか。連勝っす。水戸2連勝ですか。水戸連勝です。あれなんだっけ、水戸鳥ホックだっけ。あれなんだっけ、ホクです。ホクです。あ、ホーリーホク、ホーリーホク。流せない。あ、これ流そうだな。これ流せないな。なんかこっから見ると全部カレーみたい。いいですか。はい、はい、お願いします。こちらはケージ電気スタジアムのチキンカレーです。はい、見てください。こちらに入れると思いきやこっちにもある。とても素晴らしいカレーでございます。ボリューム満点ですね。そうですね。これを食べて今日も頑張りたいと思います。頑張れザスパー。ありがとうございます。だいたいここに、なんでやねん。だいたいここに。いちきくん、いちきさん、いちきさんマスク。知らなかった。いきまーす。お願い、勝ちましょう。あれ？おー、びっくりした。今日の意気込みを。今日の意気込み、まあ5-0。 5-0 で勝つ。あ、もう素晴らしいわ。敗戦がずっといってるんで 5-0 で勝つって。そろそろ大量得点で勝ちたい。今日こそね、勝ちましょう。終わりと頭が練習しよう。つなげるとかって教えておいた。ディスクスやりました。夢の順天堂大戦です。イエーイ。夢にまで見た目標としていた順天堂大戦に。チャレンジャーとして、チャレンジャーとして、チャレンジャーとして。お、そうだ、勝ったからなんかやるそうです。お、バズバズレボリューション。はい、ありがとうございました。あ、まだあるっぽい。もう一個やろうとしてたよね、今。いや、でもこれ試合前のやつだから。でもいいよいいよ。いいよ。じゃあ、勝ったってことで。次は順天堂大戦だ。行くぞ。おミルフィーユ。はい、ありがとうございました。今日は、お疲れ様でした。また、待ち合わせ頑張りましょう。よーお。あれ、ありがとうございました。気をつけて。